皆さんは、ビットコインという仮想通貨はご存知でしょうか？仮想通貨は多種多様なものがあり、一例を挙げるとハンコイン、モバコイン、MMORPG 内で、取引に使うコインなどがあります。このビットコインは、どのように生み出されているかというと、世界中の余剰マシンで、計算をさせることで日々生み出されています。では、早速、ビットコインの口座を作りましょう。以下のサイトにアクセスして、ダウンロードを選びます。ここでは、Windows 版を選びます。ダウンロード後、アプリを実行してインストールすれば、それでビットコインのやり取りが、可能な口座が出来上がります。これから本題の採掘の、環境を構築していきます。まず、個人で採掘するにはハードルが、高いので採掘団体に、加入します。団体はいくつかありますが、ここでは BTC、ギルドをご紹介します。まず、以下のサイトにアクセスして、お好きなユーザー ID とパスワードを入力します。これで団体への加入は完了です。メニュー右側にあるセッティングというボタンを押してください。メールアドレスを入力し、入力フォーム右にあるチェンジボタンを謳歌してください。確認メールを送信したという情報が出ていますので、メールを確認します。画面上部の中央に、ワーカーというアイコンがあるのでそれを押します。クリエイト、ワーカーの欄に、お好きな名前を入力します。ここでは説明のために、PC1 と入力します。右欄に、ペイメント、メソッドという項目がありますが、貢献するごとに報酬がもらえる、PPS に変更します。これで、ユーザー ID PC1 というワーカー ID が登録できました。次に採掘用のソフトをダウンロードします。ここではお使いのパソコンの GPU を使って採掘処理を効率化できるソフト CGMINER をダウンロードします。以下よりダウンロードします。今回は Windows 環境を例にしますので3.4.2というバージョンのファイルをダウンロードします。ダウンロード後、お好きなフォルダに回答します。回答したフォルダに移動して、メモ帳などのテキストエディタで、以下の文字列を入力してください。UID に、先ほど登録したワーカー ID を記入します。パスワードは、BTC、ギルドの場合、123を記入します。編集が終わったら、RUNBAT というファイル名で、保存してください。RUNBAT を実行すれば CGMINER が起動します。数分経った後、BTC、ギルドのダッシュボードのアカウントバランスでビットコインが増えていれば正しく動作しています。動作していない場合は再度設定を見直してください。また、ネットワーク環境がポート3333が空いていることも確認します。これで蓄えたい分だけ CGMINER を動かし採掘します。以降は、蓄えた貯蓄をリアルマネーへ変える説明です。ビットコインをリアルマネーに変換できるビットコイン取引所のアカウントを登録します。以下のサイトにアクセスしてください。今すぐ登録、ボタンを謳歌して、画面に習って登録してください。本人確認が必要になるので、免許証、パスポートなどをスキャナ、カメラ等で画像ファイル化してください。登録が完了したら、受け取る先のビットコインウォレットは MTGOX に表示されていますので MTGOX にログインし、取引を選択、入金オプションを開きます。画面下部の文字と数字の羅列からなるアドレスが、ビットコインアドレスになります。この文字列をコピーしておきます。BTC、ギルドのセッティングページを開き、コピーした文字列をビットコイン、セッティングのビットコインウォレット欄に貼り付けます。これで BTC、ギルドから MTGOX へ送金が可能になります。送金はある程度まとまった単位で、ダッシュボードの MANUAL、PAY から言います。以上で解説を終わります。好きな方はグラボをたくさん購入されても良いかと思います。